実はな、娘の綾子が癌になったんだ。え？当時19歳、大学1年生です。私は忘れもしません。この子が生まれた時に、その時東京のお寺にもうお坊さんがあるということで随身してましたので、生まれたって聞いて、その時茨城に住んでましたけど、会いに行きまして、その赤ちゃん抱かせてもらったんです。あ、もうそんなに経つのかと。その綾子ちゃんが癌だって言ってたんです。びっくりしましたね。そしたら、なんかこう肺と肺の真ん中のあたりですか、なんか痛みがあるって言うんで、もうこれは病院に行ける。女の子ですからね、よくあの乳がんとかいろいろこうやっぱ心配事があるんですか、この辺だと。で病院に行ったら、そしたら肺と肺の間になんかしこりがあるが見える。でこれは手術して開けてみないとわからないって先生に言われたと。で手術することなんだ。倉本、頼む、助けてくれ。学生時代しっかり者の彼がいい加減な私を頼ってくる、ありえない話です。なんでだけど私のところに電話があったか、なぜだと思います？私がお坊さんだからです。私の力じゃなくて私の後ろにいる仏様の力を借りたいという、決して信仰心のある彼ではありません。努力すれば報われると思ってますから。でも彼が努力しても報われないことが起こった。それが娘さんのがんです。倉本頼む、何とかして娘を助けてやりたい。実はな倉本、親父も今病気なんだ。親父はもう80超えてる。医者からはもう年を越せないって言われてる。でもな倉本、親父はもう80過ぎてる。これも寿命かと思えば、なんとか心の整理、諦めはつくってるんです。だけどな倉本、娘はそういうわけにはいかん。なんとかして助けてやりたい。まさに藁をつかむ思いですね。私はお札とお守りを作ってお経をあげして、ご記念して、そしてお送りしました。週が明けてまたこの男から電話がありました。倉本ダメだ、手術ができ。なんでだ、お前手術するって言ってたじゃないか。検査をしたらな、綾子は悪性リンパ腫だった。悪性リンパ腫、皆様お聞きになったことあると思います。あの癌の細胞が動くんだそうですね。ですから一つのところ手術したから治るというものではないんだそうです。放射線治療と抗がん剤の治療しかない。で病院も筑波大学の病院に変わらなきゃいけない。もっと厄介なことは、彩子ちゃんに今まで隠してたんですけども、本当の病気を伝えないとこの治療できませんよね。もう19歳ですから。倉本、俺にはそんなことできんって言うんです。そんなむごいことを娘なんかに用意は。じゃあ何だ、お前先生に言ってもらうのか、お前それでいいのか。つい私も声を大きくしてしまいました。つい言ってしまったんですが、彼はやっぱりいろいろ悩んで自分の口で彩子ちゃんに病気の全てを伝えました。彩子、倉本のおじちゃんがな、お前は仏さんから守られてるって言ってくれた。父さんもそれを信じる。だからお前も信じて頑張ろうと言ったんだそうですが、皆さんどうですか。彩子ちゃん、その時の言葉って耳に入りますかね。がんと言われて、しかも手術ができなくて、抗がん剤、放射線治療、何を想像します。若い女の子、後遺症で髪の毛抜けてきますよね。もうね、きっと何もかも言葉は入らなかったと私は思うんです。それでも治療は待ってくれませんから、筑波大学に転院をして治療が始まります。奥さん、玉井さんとおっしゃるんですけど、やっぱり学生時代から私もよく知ってる、すごいしっかりした奥さん。その奥さんがずっと付きっきりで綾子ちゃんについて監督周りの人は。でも綾子ちゃんは日に日に元気がなくなっていく。抗がん剤、放射線治療、大変ですよね。案の定髪の毛を見て、遠くから友達がお見舞いに来てくれる。本当は会いたいだろうし、
嬉しいと思ってるのに会いたくない、親戚の人が来ても会いたくない、妹が来ても会いたくない、から自分の体に閉じこもっていってしまう。お母さんは明るく振る舞うんですけど、どうしてあげることもできない。で、明るくする振る舞うお母さんが、その時の彩ちゃんはどうしかったんですかね。お母さん静かにしてあっちに行ってて、私寝るから、あ、分かった、じゃあ少し休みなさい。玉井さんはそういう時必ず病院の屋上に行って一人で涙を流されるんです。でも彩ちゃんの前では絶対に涙を見せませんでした。そうこうして治療が進んで10月、11月、12月に入りました。12月に入って半ば頃、お兄さんから電話があったんですね。青木のお兄さん、お父さんを見ておられる。お兄さんから電話があって、おい、じいさんがもう年を越すのは無理だと先生に言われた。いつどうなってもおかしくない、心の準備をお願いしますと言われた。じいさんが彩子に会いたいと言ってるんだがどうするというようで、この彩子ちゃんはおじいちゃん子だったんですね。また青木は悩む。今彩子ちゃん自身が苦しいのに、おじいちゃんのことを告げてまた二重に苦しませるんじゃない。でも後でもしおじいちゃんが亡くなったって聞いたら、いや、そっちの職の方が大きい、どうしよう、彼は悩み。でもやっぱりあの前おじいちゃんの親父に彩子を最後会わせてやろうということで、その頃彩子ちゃんの体調がだいぶ良くなってて、お正月は自宅でに帰ることが許されてたんだそうです。それで12月30日になりまして、ワゴン車で筑波大学の病院から、その時おじいさんは福島県の病院にいらっしゃいました、福島までワゴン車で行きまして病院に行きます。彩子ちゃんは車の中では布団、そして病院に着いてから車椅子、そして病室に入りました。それまでおじいちゃんはもうずっと目を閉じておらっしゃってます。人工酸素マスクをしてらっしゃって、家族の人が呼びかけてもかすかにこううなずく、目を開けられることはほとんどなかったそうです。彩子ちゃんの病室に入ってきたときに、お兄さんが、じいさん、彩子が来たぞ、彩子が来たぞ。そうしましたら、おじいちゃんが目を開けられましてね、右手をこう上げられるんです。彩子ちゃんが車椅子で、その手に気づいて、おじいちゃんのそばにいて、その手を両手でしっかり握って、おじいちゃん、早く来たよ、おじいちゃん、早く来たよ。そうしましたら、おじいちゃんが酸素マスクを反対の手で自らお取りになられたんです。何かおっしゃる、唇が動くんですね。なんて言ってるか分かんないです。あやこちゃんが、何、おじいちゃん何って言って、手を握ってそのままあやこちゃんの耳をおじいちゃんの口元に持っていくんです。そうしましたら、今度あやこちゃんが、分かったから、おじいちゃん分かったから、私頑張るから、おじいちゃんも頑張って、あやこちゃんが泣きながら一生懸命その手を手に握るんです。その言葉を聞いておじいちゃんは安心なさったんでしょう。また静かに目を閉じられて、翌12月の31日にまさに眠るが如くのご臨終をお迎えになられたんだそうでございます。年が明けまして3日の日におじいちゃんの葬儀を済まされて、彩子ちゃん本人から私電話をいただいた。おじさん、おじいちゃんがね、亡くなる前に私にこう言ってくれたんです。なんて言ってくれたんだい。彩子、何にもしてやらなくてすまんな、でもな、おじいちゃん、彩子の体の中にある悪いものを全部一緒に持っていってやるから。心配するな。負けるなよ。負けるなよと
という言葉が最後の言葉だった。そうでございます。